一暮らしの中の健康法庸という言葉があります。何事にも偏らない様子を指しています。昔、お釈迦様、釈尊が修行をなされていた頃の話。何ヶ月にも及ぶ断食や、あらゆる厳しい修行を行って、体は骸骨のようになってしまった時に、そんな姿を見た一人の村娘が、いっぱいの父が、湯を、 そそっと差し出し出たのだそうです彼女の名前はスージャッタと言います。痩せ細った修行僧を目の前にして、なんとか助けてあげたい、と思ったに違いありません。その時、シャクソンは,は、はと気がついたのだそうです。今まで、自分は、厳しい修行に身を置くことが、悟りの境地に導くことだとばかり考えていた。しかし、それだけではいけない。 肝心なことと。を忘れていたようだと、彼女の差し出す父が、ゆは何も代償を求めない、純粋に救ってあげたいという気持ちが行動になったものです。厳しい修行の末、痩せ細ってそのまま死んでしまっては、どうして人々を助けることができようか、と思ったことでしょう。それから、あとは、お弟子さんを引き連れて、各地を安慰する折に、 一人一人に対して、あなたに、今、必要なことは、することです。かけるかけるは、してはいけませんよ。と、説法なされたと言います。一対一で解かれたので、対人説法などと言われているそうです。しかし、ある時、一緒に同行しているお弟子さんが、釈尊が解かれる話を聞いて、変に感じたのでそうです。ある人には、せよ、 かけるかけるはだめだ。と言いながら、他のある人にはは必要ない。かけるかけるして考えるがいい。などと言っているのです。もし目の前にそのような光景があったら、誰が聞いても変だ、と思うことでしょう。しかし、真理は、そのような表面的なことで判断されるものではなかったのです。一人一人名前が違うように、 違った人間であるから方法もそれぞれ違うその人に今必要なこと大事なことを気づくためにはであったり時には書ける書けるであったりしたのでしょうまさに体質別なわけですそのお弟子さんも長く一緒に同行しているうちにこのことに気づき真理は一つでも人それぞれに合った方法が必要なのだと感じたと言います 中要それは、ほどほどが良い、過ぎては及ばざるがごとしという意味です。いわゆる何事も、総合的なバランスを考えて、行動しなさいということです。そのようなことを、頭の隅において、いろんなことを一緒に考えてみましょう。